ということで、今回はドラゴンクエストタクトの創造神マデサコーラ、地獄級からやっていきたいかなと思います。多分勝てると思うんだけど、自分で操作するのが初見になります。タイトルは EX にしようかなと思ってるんですけど、ここで負けたら地獄級になってしまいます。嘘っち、トーク打ちみたい。ふざけんなやめて、混乱させるの。じゃんけん。ちょっと待って、もう一回。ちょっと、地獄級なんですけど。ちょっと待ってね。意外ときつい。初っ端からの攻撃に出た方がいいと思います。
ちょっと逃げ癖がついていたみたいなので。どういくか。何回やってないです。残念なよ。おお、耐えたけど。ですね。鳥さんこ、ふざけんな。ということですね。ああ、こんなにやめて。こんなにやめて。ああ、終わった。嘘でしょ。
と一回やれば勝てると思うんだよね。あの、ダメージ計算を確実にすれば、てか最初の混乱、指導を受けなければ、勝てたんじゃねっていう。完全に距離感を間違えるのはデュエルスタンバイだよ。ああ、もう、ギリギリな戦い、本当にやめて。ああ、ロボク、どうぞ、すいません、向かわしてください。ここだけ届いちゃう。こいつまで届いてるし、完全に距離感間違えてる。何回攻撃してるのかな、クソが。すいません、抜かしてください。的にはいますした。よし。よし。ここの距離感だ。嘘でしょ。この何このちょっと足りない。ふざけるな。今ちょっと足りない。
かりません。以上。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。